伊勢市立志賀こども園のしーちゃんとゴーくんです。今日は志賀こども園の夏祭りの様子を見に行きます。では出発。あ、ゴーくん見て見て、風鈴が飾ってあるよ。わあ、ほんとだ、きれいだね。いい音だね。なんだか涼しくなるね。ゴーくん、あっちにも何かあるよ。あ、ほんとだ、行ってみよう。あ、笹だ。いっぱい飾りが飾ってあるね。どんな飾りがあるか見てみよう。ニコニコの織姫と彦星がいっぱいだね。どの飾りもみんな一生懸命作ったんだね。しーちゃん、僕たちも飾りを作ってみない？いいね、作ってみよう。ゴーくん、どんな飾りを作る？四角つなぎというのを作ってみたいな。四角つなぎ？面白そう。じゃあ、志賀こども園の先生に作り方を教えてもらおうよ。そうだね、先生、作り方を教えてください。はい、それでは一緒に作ってみましょう。準備するものは折り紙、ハサミ、のり、こよりまたは紐です。それでは早速作ってみましょう。まず折り紙を半分に折ります。広げて真ん中の線をハサミで切ります。半分に切った折り紙をもう一度半分に折ります。折ったら輪の方からこのように L 字が向かい合うようにハサミで切ります。ひらひらしている方から切ると四角にならないので、折ってある輪の方を持って切ってください。広げて順番に折り上げます。同じものをいくつか作り、糊でくっつけてつなげます。こよりまたは紐をつけて完成です。わーい、できたできた。素敵な四角つなぎができたね。他にもいろいろなのがあるよ。みんなもいろいろな飾りを作ってみてね。ゴーくん、今度は夏祭りのお店を見に行こう。どんなお店だ。
ろう。レッツゴー。ゴーくん、くじ引きだって。何がもらえるんだろう。ドキドキするね。綺麗なヨーヨーがいっぱいだね。上手に取れるかな。おいしそうなジュース屋さんだ。早く飲みたいな。いろいろなうちわがあるよ。3歳のキリン組さんはビー玉転がしでヨーヨーを作ったんだね。4歳のゾウ組さんはひまわりを編み込んで作ったんだね。5歳のライオン組さんは廃材を使って花火を描いたんだね。竹筆を使って細かく描いてあるよ。どれも素敵だね。5歳のお友達の手作りコースターだって。どれにしようかな、迷っちゃう。あー、お店見るの楽しかった。楽しかったね。きっと子供たちも楽しみにしてるんだろうね。してるんだろうね。そうだ、いいこと考えた。なになに？しーちゃん、一体何を考えたの？しがわこども園のお友達が夏祭りを楽しめますように。あー、短冊。じゃあ僕も。お友達の願い事も、ちーちゃんの願い事も、みんな叶いますように。バイバイ。